が出すという現象は仮定された有機交流伝導の一つの青い証明です。風景やみんなと一緒にせわしくせわしく命名しながらいかにも確かに共に続ける因果交流伝導の一つの青い証明です。7月25日日曜日でございます。皆様週末いかがお過ごしでしょうか。ご無沙汰しておりますケイクマガワで、ございます。ケイクマガワイズラディオ第33回をお送りいたします。よろしくお願いします。今はね、今日日曜日でこのところね、ずっとちょっとしばらくラジオの更新を休んでいたのは体調を崩しましてね、夏風邪ひいちゃって、ほんと何年ぶりだろうね、熱出して寝込んだったりって言ってね、38度以上の熱を出すっていうのは随分ね、何十年とかぶり十数年ぶりぐらいに、こっぴどく、まだね咳と痰がちょっと出るような、今ちょっと家族が風呂に入っておるので、いろいろ、声も入ってまいりますよろしくお願いします。近況、夏風邪、ね、7月ね、もう7月も後半ですけど、まずはね7月の10日土曜日にね、久しぶりに、何年ぶりでしょうねこれも、山口県萩市玉ねぎ畑にて、催されましたイサリビロックンロール大量節、玉ねぎ畑行ってきました。いやー、まずは、お礼をですね、玉ねぎ畑、やっぱりすげえ、美しいロケーション、俺はもうね玉ねぎ畑何度も行ってたんだけど、ね、いろいろコロナも関係してね、3年ぶりぐらいだったのかな、行ったのがだったっすけど、だからね、なんかもうあの他県のライブもしばらくなかったっすからね、あれだよ、久しぶりにね行こうとするとね、新幹線に乗って行ったんですけど、で途中からあの主催のドギーにね新山口駅まで迎えに来てもらって、そっから車でって感じで、新幹線に何年かぶりに乗ったら完全に乗り方忘れつってねあ、こんなだったっけとか思いながら、新幹線、最高、新幹線は最高だね。いや、まずは関係各位、ありがとうございました。ほんとね、素晴らしい時間を萩玉ねぎ畑においては過ごすことができてね、会った人たち、懐かしい人たち、本当にいい時間を、ものすごく、満身創痍、全力で楽しむことが、できて、なんでボロボロになって帰ってきて、その後体調崩して夏風邪をひいたっていうね、大変でございました。夕日の美しさ、ね、ロックンロールの美しさ、それからあれだね、その日泊まったあのね、ゲストハウス暁屋さんね、何年ぶりかに行って、ね、オーナーが変わられてから初めて行ったんですけどね、新しいオーナーの、サンタさん、とも、話ができて、楽しゅうございました。ありがとうございました。またね秋ぐらいに
ていくような話があるとかないとか、ちょっとねガキがギャーギャー言うとります、ですね。7月ももうね後半っていうかもう終わりだね。月末に差し掛かろうとしておるっすね。7月の25日でございます。そうね、もうあれですよね、夏休みに入って、このね今巷は4連休で、まあ俺も4連休なんだけどね、全て子供たちと、美しい時間を過ごさせていただくと、何にもできねえ、ギターは弾いてます、ね、夏はね好きなんですよ、夏、夏はもともと若い頃から好きで、あ、乾杯してない、1週間お疲れ様でした、乾杯、夏はねカーンとこう暑いのは好きで、ただまあね近年暑すぎるからね、死なないように注意が必要でございますね、七夕とかやりましたか。そうそう、七夕なんかね笹を手に入れる手段がなく、我が家ではね七夕の時にはまあせいぜいねあの折り紙を切って短冊を作って、それに家族でお願い事を書いてこう窓に貼り付けるみたいなことをやるんですけど、そうそう今年俺の短冊何枚か書いてますけどね、あのね、俺の今年の七夕は、冬の花を歌えるようになりたいっていうのを書きました。ケイ熊川でございます。そうなんですよ、遅ればせながらですけどね、やっぱそのリアルタイムでいわゆるこうね音楽今、商業音楽っていうんですか、そういうものもなかなかこうねリアルタイムでずっとこう聞くということをあまりやらないんですよ俺、あのね時間がそんな時間がない、これ良くない、いや良くないこともないか、時間ねえんだからしょうがないんだよね、まあね俺がやってるライブやってるような界隈の周りの人たちもね、まあ若い子はともかく年寄りはねなんかほら流行りもんをさなんかこう聞いてチヤホヤしてる状態って別の作為があったりするじゃないですか。まあね、まあいいんですよ。あのね、あるっすけどね。そう、だから、そういう理由で流行り物の歌なんかもね、だから、あの、子供がね、上の息子はもう小学校3年生ですからね。その彼に流行り物、ね、ネットで流行ってるやつとかを聞いて、教えてもらって聞いたりとかはしますけど、基本その自分が若い頃に好きだったロックンロールバンドやらが、出た新曲とかをこう逐一チェックしてっていうのが、まあ、するけど、ね、遅いっていうのもあってね、そうそう不勉強ながらね、そうエレファントカシマシの宮本浩次さんがソロになったことは知っていて、でソロで何枚か出されててっていうのをテレビでちょっと見たことはあったっすけど、全然こういろいろ聞いたりはしてなかったんです。エレファントカシマシが好きなんですね俺ね、もともとなんだけどこう聞いてなくて、で先月ぐらいですかね、そうたまたまなんか YouTube でいろいろ見せてっていうんでね、あのひろじさんがソロでやるってなって、でそのね、そのソロデビュー曲になるんですかね、冬の花っていう曲があるじゃないですか、あるんですよ。その曲がね素晴らしくて、グッときたんですね、あれあの曲にグッとくるっていうのは年寄りの証拠なのかね
そういうのもあるのかもね。ちょっと聞いてみてください、あの曲、あのまっすぐ聞いてみてください。いろいろうがってみるとどうとでも言えるんでしょうけどね。さあ、とにかくあのねえ、ひろじさんの冬の花という曲をすごく俺は素晴らしいなと思って、もともとさ、宮本浩次っていう人は、なんつうんでしょうね、歌を歌うロックシンガー、うん、から見たときにですよ、うん、俺もそのね、末席に身を置くものとして見たときにですよ、あの、もうさ、なんだろうね、あのキーは出ないんですよ、普通。あのね、ねえ、あの歌のうまい下手はいろんな人がいろんな持論を述べるんでしょうけどね、あんまりうまい下手のことは俺自身そういうところにいないからよくわかんないんだけど、強いじゃない、ものすごく歌がさ、うん、で好きなんですよ、うん、で、あの冬の花っていう曲はね、曲の作りがさ、まるでね、昭和の歌謡曲のようであると言うんで、しかも女性が歌っていることを念頭に置いて作られておるんですよね。で、それをね、あ、いや、まあこれ、まあまあいく、こんなずっと話さなくていいんだけど、興味がある方ちょっと聞いてみてください。すごくいいんですよ、あの曲がね、歌詞、ちょっとね、すげえなと思って。で、そう、あれを歌えるようになりたいということを今年短冊にね、七夕の時に書いたんですけどね。そうでね、あれを歌えるようになるべく、前にもねこのラジオで言ってたんですけど、あのカバー、うん、カバーをね企画として立ち上げるような目論見を考えて、おります。カバーズと銘打って、うん、まあカバーズ、うん、前にもねラジオでカバー曲やりたいみたいなことはねのたまっていたんですが、それをそろそろなんかこうやってみようかなと思っております。本来ここでこうやって音源としてかける形でとかっていうのを思ってたし、その方が簡単なんですけど、やっぱその YouTube、そうっすね、なんか多分おそらくスマホで撮った一発撮りの動画のコンテンツ、昔も少しやったことがあるんですけど、そういうようなものをカバーズのシリーズとして一旦このラジオとは別に、同じこの K 熊川の YouTube チャンネルにカバーズっていうシリーズをずっと上げていくっていうような試みをやってみようかなと今考えております。うん、ね、で、まあね、それで撮ったものをここでこうやってラジオで、かけながらまた喋ってみたりみたいな流れなのかなと、みたいなことね、なんかやってみます。ね、それこそ、うん、そうだね、今年の年末に向かって、こう、全10回くらいに、いろいろ歌ってみたい歌をチャレンジするような企画を、やってみたい。うん。まあね、最後は、そのね、冬の花をそれでやるっていうようなのが、収まりがよろしいんじゃないのかと、思っております。うん。と思いまして、そうっすね。で、そうそうそう、もともとそのね、ずっとしつこく言っておる、今年2021年っていうのは、ケイ・クマガワが、いわゆるソロになって、ソロ活動というものを始めて、10周年の記念イヤーでございまして。やっとこやっとこね、もう1年の半分過ぎちゃったけど、おそらく、マキシシングルをまずね、この熱いうちにリリースしたいと考えております。そろそろ動かなきゃっつんでね、その第1弾ですね、10周年、
ケイ・クマガワ活動10周年記念シングルという形で、悪魔とシンガーソングライターというタイトルの音源を、ね、熱いうちに、熱い季節のうちになんとかリリースしたいと考えております。これは表題曲になっておる悪魔とシンガーソングライターという歌と、それからちょっと前に作ってこのところ、ライブで、お披露目している新曲、I Love You ですね、それからあと1曲くらいなんかね入れたいなって思ってたんですけどね、つい昨日なんか曲の取っかかりが、できてきたんで、それを入れるようにおそらくなるのかな。なんかね、3曲ともストレートなロックソングのようなことにおそらくなるんだと思います。これを10周年記念のシングルとして、リリースしたいとともに、これね、ミュージックビデオをね作りたいんですよね、っていうか作ろうと考えていて、そのあたりも踏まえつつね、いろいろ考えながらやりたいなと思ってるっすよね。何しろそのケイ・クマガワ、ケイ・クマガワの活動10周年っていう、まあ一つの記念の音源になるんでね、ミュージックビデオについてはですよ、ちょっとね、いろいろどういうものにしたいのかってことを今考えていて、ちょっといろんな方に協力を仰ぐようなことが今後出てくるかと思いますので、その時はね、犬にでも噛まれたと思って、なんとか、いい感じによろしくお願いいたします。ちょっとね、外のノイズがいろいろ入ってて申し訳ないですけども、ね、日曜日の昼間に撮っておりますから、今しか撮る時間がなかったでございますね、大変でございます。そして、最後に告知ですね。来週1週間後、2021年7月31日土曜日にね、俺初めてですね、大分県宇佐市、宇佐ですね、 USA ですね、のね、音小屋リブート、という箱に、初めて、派生参じまして、これはあのオリオブラックホールの主催イベントでございますね。これに、参加いたします。1週間後、土曜日、7月31日土曜日、音小屋リブート大会ブラックスピリットシリーズでございますね。ブラックホールが主催する、ライブイベント、いわゆるその北九州オリオ勢、ブラックホール勢に、混ぜてもらう形で、参ります。大分県宇佐市、音小屋リブートですね、15時から、イベント自体が始まるみたいですね。チャージの方が1000円になっております。出演が篠宮学、天野秀次、ウニ、グッチー光一、杉山瑞希、アリクイ、マサキ、アヤコ、高橋プランクトン、頭ナクス、暴れん坊金玉、倉橋タクシー、そして不詳ケイ・クマガワ、でございます。お時間合う方、心が合う方、遊びに来てください。行きますよ、大分へね。遠いんですよ、ね、なのなの、俺にはソニックがある、ね、ソニック日輪に乗って行きたいと、思っております。お時間がある方、よろしくお願いいたします。な感じっすよ。とにかく、とりあえずね、
カバーズが一つシリーズとしてあって、そして10周年記念のシングルの制作に、これから入ります。悪魔とシンガーソングライター、なんとかなんとかやりながら、あんまりね、ちゃんとやる部分、作っていきたいと考えております。ケイ熊でございます。このところね、ラジオサボってたんで、またチャンス、時間がね、作れたら、何かしら、またやります。ね、急ぎ、ご報告まで、ケイクまで、ございました。あざっす。Yeah.